ミントとライムを添えたクッバオーブンで焼いたクッバクッバ、クッベ、またはキッベはブルグルの中にひき肉を入れて作る歴史的シリア地方の料理である。最も有名な種類はひき肉を詰めて揚げたラグビーボール型のクロケットである。他の種類のクッバには玉型やパイ型、焼いたりスープで煮るものがある。クッバはレバノン料理で最も特徴のある料理の一つである。 この料理は、レバノン、シリア、パレスチナ、ヨルダン、イラク、トルコ、キプロス、エジプト、アラビア半島、アルメニア、および、ブラジルのような、20世紀初期に、レバノン移民を受け入れたラテンアメリカ各国に、広まっている。アラビア語のクッバは、Q を意味し、ケバブと、同語ンである。各国の本字は様々であり、英語ではキベ、または、キペ、ラテンアメリカではクイブ、 または、キベ、ブラジルではキビ、トミニカ共和国はキープである。トルコでは、イチュリキュフテ、アルメニアでは、イシュリキュフタと呼ばれる。クッバは、7から10センチメートルのラグビーボール型のブルブルの皮に、香辛料で味付けしたラムひき肉を詰めて、キツネ色になるまで揚げたものが最も,も知られている。第2次世界大戦中、中近東のイギリス兵は、クッバを、 シリアの魚雷と呼んだ。レバノン料理には、ブルグルとラムひき肉を用いた様々な料理があり、これらを総称して、クッベと呼ぶ。シリア北部の都市アレッポは、ヨーグルト、マルメロ、レモン果汁、ザクロソース、サクランボソース、といったクッベ料理として知られる様々なクッベで有名である。クッバハラブは、米の皮で作るイラクのクッバであり、 アレッポの名を付けられた。同じくイラクのクッバモースルは円盤のように薄くまりー。クッバショルバはイラクのアッシリア人がシチューとして作り、通常トマトソースと香辛料で味付けする。生クッバは生の肉とブルグルを混ぜて供されるタルタルステーキに似た料理でシリア、レバノン、パレスチナおよびイラクで一般的である。この料理はアラックと 様々なサラダが添えてに供されることが多い。クッバは、ゴマペーストのタヒーナを添えて供される場合がある。揚げたクッバ揚げた、ラグビーボール型のクッバは、ドミニカ共和国、南アフリカで、レバノンおよびパレスチナイ民により伝わって普及し、キッペと呼ばれている。クッベナーイエは、レバノンのメゼの一部として、ミント、オリーブオイルを添えて、ピーマン、ワケギ。 ピタと共に供されるクッベムタッバカ、または、クッベビススイニーエは、ひき肉、ブルグル、玉ねぎ、ミントと香辛料を混ぜたものを平らなフライパンに、押し固め、次に、ナイフで1から2インチのひし形に切れ目を入れて、松の実、または砕いたアーモンドとバターを乗せ、オーブンで焼いて作る。カベマットファニア及びカベヘイマスタは、イスラエルでのイラクユダヤ人の主食である。ブラジルでは、 サウガードと呼ばれる惣菜パンの一つとして認識されている。ひき肉、ブルグル、玉ねぎ、ミントと香辛料を混ぜたものでチーズを入れて揚げたものが一般的である。チーズの代わりにゆで卵が入ったものもある。キビクルーと呼ばれ、揚げずに生のままで食べるものもあるが、ブラジルでは精肉を食べる習慣はない。ありがとうございます。